こんにちは、魂の七志でございます。今日やっていくのは、これ、パイナップルですね。今日はですね、解剖と園芸の合わせ技企画ということで、このパイナップルをこう、切っていくのと同時に、この上の部分、これを植え付けてですね、再生栽培するということをやっていきます。さて、まずパイナップルの外見の観察ですということなんですが、パイナップルっていうのは木になっている時っていうのは、まずここお尻のここがつながっていて、こういうふうに地面からなっているということなんだけれども、ここの下の部分どうなってたかっていうと、端的に言うとこれが下です。これが大きく成長すると、下の部分だから、これが伸びていって、ここ先端に、この実ができると。で、面白いことに、パイナップルの花っていうのは集合花といって、小さな花がこうたくさん集まってできてますので、まあ、これ花、庭で摘んできた花なんですけれども、パイナップルの実ってどれっていう風なことで言うと、実はこの、こうしたか、これ、この1ブロックが全部実です。これも実です。これも実です。で、まあ植物もの花の中には、奥の方、この中の方に脂肪って言って、まあ、将来果実になるところがあるんですけども、そういう意味で言うと、パイナップルの果実っていうのはこれです。これです。これが全部その小さな花の中の脂肪がこれに化けているということ。じゃあ、普段食べてるところって何っていうと、まあ正直役割としては果実なんだけれども、まあ厳密に植物学的な意味の果実ではないっていう、そういうこと。で、まあなんだろうな。まあもともと花というか脂肪だったこれが、実際こう食べて美味しいあの果実っていう、あの役割をするところをこうみんなでこうシェアしているような、そういう構造をしています。詳しくはなんかもうちょっとこう図があるような動画を作っていこうかなというところですね。以上、大体パイナップルの外見の解説でした。そしたらじゃあここを切って、中を見ていこうと。パイナップルの中をこう見てください。今日も本当はこれスケッチをする方がいいんだけれども、ちょっとね、スケッチしちゃうとどんどんこう酸化して美味しくなくなっちゃうということで、今日もちょっとスケッチを割愛という形で行かせていただきます。で、まず食べれないところを切ります。これ後で植えるんですが、植えるにあたってここいらないので、これも切る。ここもよいしょ。650円したんですけど、結構美味しそうですね。まあかじってみたらすげえうまい。んで、どうしようかな。今度食べないなと、このお尻、ここも切ります。
で、このパイナップルなんかちょっといいやつみたいで、650円したんですけど、ちょっと斜めっちゃったね、断面が。まあいいや。なんかね、芯も食べれるってことになってるみたい。なので、本当はこう切ってから芯を外すんですが、まあとりあえず切っちゃおう。1分の1か。とりあえず真っ二つでいっか。ちょっとおかしな感じになったけど、まあいいや。でっかくいっちゃえ。ほんで、あとは、まあ先にこう何等分かにして、どんぐらいがいいと思う？適当に。豪快だな。でけえな。でけえけどいいや。たまにはそういうのもありだろう。剥ぐと、あ、先に皮切ったらよかったな。まあ、いっか。あ、失敗した。先に皮剥げばよかったな。どうしようかな。あ、まあいいや、これバラせばいいや。じゃあごめんなさい、今ちょっと手順を間違えた。多分ね、先に皮切った方がいいです。で、縛ってから、こいつを、お、残った。多分こんなんでいいや。こんな感じで全部調整して、そう、縦に調整でいいんじゃないかな。でけ。でけ、豪快。でけえな。薄いな。まあいいや。やつで、なんか皮ついてる方がなんか見栄えが悪い意味ではいいかもしれない。ちょっと何とかしましょう。そっか、皮剥がせばいいし、でもまあ。まあ以下同様なんで、動画はこの辺にしましょうか。企画としてはこの後は
あれだ、うん、再生栽培ということで、園芸の方に移っていこうと思います。それではそれで、パイナップル一部これヨーグルトにつけていきたいと思います。これもすでにこうやって蜂蜜ヨーグルトっていう形で売っているので、まあ蜂蜜とヨーグルトとパイナップルの、つけたやつを一品作っていこうと。他のパイナップルはそのまま食べると。でけえかなこれ、どう思う？でけえよな。うりゃ、あ、ちゃんとみんな押さえようね。良い子は真似しないでね。これ皮ついてる、置こうか。これいいや。よし、ちょっと食いやすいように小さくして、こんなもん、うん、意外とこう適当に切っていろんな食感があってもいいかなっていう気がします。なんかこれまずいかな、ちゃんと混ざらないね、これだと。よいしょ、突っ込め、入れ入れ、いけ。まあ見栄えが良くないのは私の料理やんか、いつものことなので。ほら沈め沈め、よし、オッケー、いけ、よいしょ、よいしょ、はい、あ、うりゃ、すい、オッケー、と、いけね、蓋、よし、ということで、とりあえず、パイナップルの、カヨン札編はこれで終了で。ね、まあ、簡単に乾燥みたいなのもちょっと入れておこうと思うんですけども、一番最初に こいつの下と、あとお尻側切ったじゃないですか。でそうするとこう丸いのができるんですけど、それに関して言うと、これ下ねかじったんですけど、葉っぱ側の方が美味しいです。私の感想といえばそうなんだけど、で多分光合成でできた糖とかがここに溜まってる、まあ、下の方が、上か下かで言うと上の方が甘いっていう感じ。なんでまあ、こういうことをやるときは実際にこうかじってみたり触ってみたり、まあ切ってみたりっていうことで、あ、そうなんだという、こういう思った部分っていうか好奇心っていうのをまあ大事にやっていただければいいなと思います。それでは皆さん、さようなら。